クラボラトリー那覇ラボ、那覇ミュージックラボラトリー、略して那覇ラボは、あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇から放送いたします。こんばんは。金曜日の19時は那覇ミュージックラボラトリー、略して那覇ラボ。ワンクル研究生のキャットベアーズギターボーカルのコウヤと、ベースコーラスのアミと、ドラムコーラスのコクです。イエーイ、よいしょ。ということで、リスラジとかそういうのはいいんですか？あ、そうだった。那覇ミュージックラボラトリーは、音楽はもちろん全国の音楽を研究していく情報バラエティ番組です。音楽好き、バンドマン、バンドファンは必聴。 FM 那覇からラジオとツイキャス同時配信でお送りしております。はい、リスンラジオというアプリで全国どこでも聞くことができます。詳しくはリスラジで検索。メールは FM 那覇ホームページから。ツイキャスではコメント随時募集中でございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、早速ね、コメントが来ております。まこちゃんさん、お疲れいみ、お疲れいみ、お疲れいみ。おつかっくんはいつ浸透するんだろうか。おつかっくん、今日ね、今日はね、なんとリリードロップさんが来ております。そうですね、やったー、やったー。はっくんは初めてだよね。そうそうそう、会うのね。あ、そうだった、そうだった。僕が休んでる時に前回お会いして、リリー、来てくださったみたいなんですけど、リリードロップさんは。そうね、だから荒野先輩とアミから聞いたら話だと、まあかなりの陽キャと。おお、ね、ドキドキしてますけども、ドキドキ大丈夫かなってね。おつかっくんはね、浸透させていこう。まあ、リリードープさんが使ってくれるんで、おつかっくんも。お疲れ意味なんてもう古い。おつかっくんだって。卒業式ね、感動したね。感動したね。意外とせね、もうなんかあははって感じかと思ったら、意外と感動してね。ね、もういないかと思ったら寂しいね。そうですね、もう。やっぱおつかれいみんしますか。ね、おつかっくんなんかいらないよ。いらないとまで言われちゃった。もう先週はなんか、先週話したじゃないですか、あの妹と弟が聞いてるこのラジオって、うんうんうん、その話したら、早速昨日家に帰って弟が、書く、昨日、あ、今日出したでしょラジオにみたいな。名前出したでしょ、名前を。私たちのこと言ったでしょみたいな。かわいいな。ちゃんとバレてんじゃん。バレて、超恥ずかしかったですけど。待ってね、12月何日でしたっけ今日は。今日11か、すごい。一昨日が、あ、早い。弟の誕生日だったんですよ。あー、だったね、はいはいはい、おめでとうございます。10歳の誕生日で。おお、なんかあげたの？あれあげたよ、ゲームと、あとあれあげる予定って、まだ渡してないんですけど、サッカーのゴーグル的な。あー、メガネ用のね。言ってたね、先週話してたね、その話。そうです、そうです。絶対喜ぶじゃん。ドーナツとか食べてましたよ。ドーナツ、えー、いいな、美味しそう。いいね。でも喜んでくれて、よかった。可愛いな、ね、いいな。今、小学生。そうそうそう、小学生か。小学生の頃のさ、誕生日ってめちゃくちゃ嬉しくなかった？嬉しかった。なんか、ね、今はもうなんか忘れますよね。今は、あ、年重ねたなみたいな。そうそうそう、そう、うん、とりあえずおめでとうって言われるから嬉しいけど、果たして特別な日なんだろうかみたいな。年取るのが怖いんですよね。早くないそれ。本当に怖い。まだ20歳なのに、へーみたいな。この20歳でいいのかな、この年老いて俺はどうなるのかなみたいな。焦りが出てくる20歳。えー、早く20歳になりたいよ。あ、そうだ、アミだけ19歳。あ、そっか。あ、でも20になるじゃん。なる。あの、20になったらさ、もう年重ねなくてもいいかなって思い始めると思う。そんなことある？本当に、うん、大人の余裕みたいな、うん、だってさ、うん、あの20超えて21踏むじゃん、うん、21になったらあと9年で30だよ。結構長くないですか、だって9年って。それで22になるじゃん、うん、あと
8年で30です。あ、でもいつも思うのがさ、なんか3歳の時の1年って、うん、人生3年の中の1年3分の1じゃないですか、うんうんうん、年重ねるごとにだんだん1年が20分の1、30分の1ってなんかあるよね。なんか有名 なんか脳科学者みたいな人がその現象に名前つけてて、うん、え、そうなの、やっぱ名前あるんだ。あれあ あるんだね。そう、原理はもうそれと全く一緒。だからおじいちゃんとかは1年過ぎるのとか1日とか早く感じるけど、子供の時ってなんか長く感じたじゃないですか。ね、長かったよ、うん、めちゃくちゃ長かったね。そうですよね、幸せでしたね。なんでだろうね、幸せでした。小学生に戻りたい。小学生に戻りたいということで、はい、何か小学生らしくはないか。遊びをゲームをしていきましょうか。はい、じゃあコーナーの方に移っていきたいと思います。イエイ。そうですね、ゲーム久しぶりだな。ボードゲーム、カードゲーム、カードゲーム、まあそうですよね、水平思考型ゲームを今日やらせていただくんですけど、じゃあアミさん、キャットベアーズの猫クマラジオ、いやゴーゴーゴー、それはクマなの、ガオガオ。そのガオはクマなの。かわいいでしょ。一応コーナー説明をしとくと、カクマですか、カクマ。このコーナーではですね、私たちキャットベアーズの3人が音楽の話だけではなく、はい、ラジオを通してハッピーになれる内容をお届けしていきます。で、はい、今日はどんな風にハッピーになっていくかというと、おなんとじゃじゃん、ウミガメのスープというカードゲームを見つけました。美味しそう。で、名前美味しそう。名前はね、はいはいはい、これなんかどんなゲームかというと、なんか水平思考ってあるじゃないですか、はい、固定概念にとらわれず、うん、いろんな視点からこう物事を見る。バンドにおいても大切だよね、そういうのは。そうだよ、確かに、確かに。だからそんなのないとは言わせないよね。バンドをやってる身として。そういいですね。だからこのカードがあるので、このカードにクイズが書かれてます、はい、で、そのクイズに答えていただくんですけど、はいはいはい、この答える側は出題者に質問していいわけ。なんかその人って女ですか、うん、男ですかとか、うんうんうん、で質問をする側ははいとかいいえとか、いやそれは関係ないとか、ヒントを出しながらそのクイズに答えていくという、真相に近づいていく、近づいていくっていうゲームなんで、面白そうじゃないか。ねえ、みんなが固定概念から外れられるか。ねえねえねえ、本当にバンドって固定概念にとらわれちゃいけないから。そうだよ、キャットベアーズももういつも新しいことを挑戦させていただいて、そんなキャットベアーズにね、本当にね、固定概念にとらわれてるやつがいるはずなんてないんだよ。誰だそいつは。そいつは炙り出すためのゲームです。怖い、そういうゲームだっけ。で、これで最後に、うん、あの一斉のせーので、あの誰が今日貢献してなかったかを指で指してもらって3人で。なるほど。それで、貢献してなかったやつは今日の川柳担当で。ああ、もはや罰ゲームだ。第1回からやっております川柳。なるほど。ややさんからコメント来てます。おつかくん、おつかくん、おつかくん、イエーイ、パリピー。めっちゃ喜ぶじゃん。おつかくんね、ややさんありがとうございます。ということでね、まず誰からいきますかね。出題者、じゃんけんしますか。そうだね、勝った人から、はい、勝った人から、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。おお、じゃあみとかくじゃんけん、じゃんけんしますか。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。よっしゃ、僕がパーで勝ちました。イエーイ。ということで最初は僕が問題文を読んでいきます。はい、大丈夫ですかね。じゃあいきますよ。じゃあいきます。タイトルは気の毒なヒロイン。新作映画のヒロイン役に抜擢された涼子さんが現場に向かうと、そこにはカメラもセットもなかったそうです。しかし彼女はもう満足したそうです。一体なんででしょうか。ええ、今から撮影ですか。はい、今から撮影です。はい、現場に向かって、今から撮影では、撮影とはちょっと違うかもしれません。え、何、カメラも何カメラもセットもない、うん、
カメラもないし、そんなあのドラマとかで使うセットとかもない。え、答え分かった。はい、じゃあアミさんどうぞ。え、試写会に行った。あー違います、ね、違う今現場に向かうんですよ。え、ヒロイン役ですよ、リョウコさんは。ヒロイン役に抜擢されてるんですよ、うん、カメラも何もないんだけど、セットも何もない、はいはい、セットも何もない、はい、何もない、はい、それは室内ですか。はい、室内です。え、室内ですよ。カメラどこに向かったんだっけ。現場に、はい、ヒロインの女優さんが、はいはい、ヒロインの女優さんとは言ってないですけどね。え、何それは関係ありますか。新作ヒロイン役、それは関係ありますよ。女優さんとは言ってない。新作映画もそうです、ヒロイン役で。ヒロイン役、まあ、女優さんとは言ってないですけどね。カメラもセットもないです。ない。え、そこに共演者はいますか。はい、いる。共演者はいます。え、監督もいます。監督もいるけど、うん、脚本も多分いると思う。僕はあんまり映画詳しくないので、映画の現場も。え、カメラもセットもない、はい、あ、カメラとセットはないです。カメラとセットはない。どういう映画なんだろうねっていう感じですよね。ヒロインっていうことは恋愛映画ですか。恋愛映画関係ありません。関係ない。ヒロインなのに、はい、その映画はアニメ映画ですか。正解です。あー、なるほどね。アニメ映画なのでカメラもセットもない。あー、なるほどね、はい、だからリョウコさんヒロインを演じたんですけど、演じるんですけど、それで満足してるんですよ。カメラもセットもないけど、あー、マイクがある。なるほどね。女優ではなくて声優だったっていう。あ、なるほど、女優じゃないってそういうことか。そうです、そうです、そうです。なるほど、なるほど、っていう感じのゲームです、皆さん、ね、よかったらね、あのリスナーの皆さんもツイキャス等でコメントしていただければ、あの関係ありませんとか、はいとかは言うんでお願いします。じゃあ高野先輩いきますか。当てたので、高野先輩、高野先輩まさかの控室にカードを忘れたと。手元に持ってなかった。カード取ってこい。持ってきます。高野さん今日ずっとおかしいよね。昼からずっと高野さんと一緒にいるんですけど、はい、なんか眠いとかずっと言ってね。本当に心配になるよね。あの人いつも眠そうだよね。いつも眠そういつも睡眠不足で、ライブ前とか寝てる時めちゃくちゃあるよね。あれ、高野先輩いないと思ったら楽屋でめっちゃ寝てるみたいな。いつも寝てるの、うん、あ、そうなの、ね、眠り王子。眠り王子眠り王子ってなんだ。もう誰か起こして、高野さんのこと。はい、大変失礼しました。帰ろう。お待たせいたしました。大丈夫かな、高野先輩。じゃあ読んでいきますね。はい、はい、あれ、オッケー、ある大丈夫、大丈夫ですか。なに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 、あ、これが問題、ね、これが問題、無言。答えは静寂。なんかそういう、あ、なんかあったよね、オーケストラみたいな。え、なんか答えは静寂。それが来ます。あ、行きます。じゃあ呼んでいきたいと思います。お願いします。はい、近づくと聞こえない声、はい、遠くにいるときは聞こえていた声が少し近づくと急に聞こえなくなった、一体どういうことだろうか。はい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 、わかりました。糸電話でしょ。大正解。すごい、そう、当たった。すごまさか当たるとは思ってなかった。わからんかった今。すごいね、引っ張ってないとね、聞こえないから。聞こえないよね、多分ね、すごい糸電話って、ね、やっぱ頭いいからね。そうなの、僕って頭いいね。好きあらばね、なんか言ってくるもんね。そう、じゃあね、じゃあ僕行きますか。アミ大丈夫か。全然、いやー、もうまたこっからなんか行く。じゃあ行きますよ。はい、裸の年を、これ難易度書かれてるんですけど、難易度星4になってます。4な、難易度星4。さっきのあのアニメ映画が難易度1だったのが、え、マジ。ちなみに、はい、あの各が一発で当てたやつ難易度4なんだよね。すごい天才。じゃあ裸の年を。年をくんはある朝お風呂場でシャワーを浴びていた。で、シャワーを浴び終わった後、としおくんはなんとそのまま裸で外に出て行ってしまいました。ね、裸で外に出て行ったんですけど、その様子を何人かは見てたんですよ。何人かは見てたんですけど、誰もそれを疑問に思うことはなかったです。これ一体なぜでしょう。はい、はい、裸のとしおは人間ですか。人間です。あ、人間。はいはい、さすがに人間か。
確かに犬とかだったらなんか、そうね、そうかもしれないね。ね、裸だったらね。でも人間ですこれは。え、朝お風呂に入ってた。はい、でも朝は結構あんまり関係はないかな。関係ない。うん、朝でも別に昼でも夜でもこれは言えることかな。お風呂上がって、うん、外に行ったけど誰も疑問に思ったことないし、僕もしたことあります。そう、え、やばくないかっくん。僕も多分あるんじゃないかな、2人とも。え、わかんないけど、わかんないけどね。裸のまま外に出ましたって。外ですよ、もう室外ですよ、室外。え、それは、はい、年よく自分の足で歩いてますか。自分の足で歩いて外に出てます。え、外ってもう、え、はい、はい、何そこは温泉ですか。はい。え？ってことは、そうです、ね。でも露天風呂に出た。待って、ったしたことあります。ある。え、アミないの。あるアミは裸で外に出たらしいですよ、皆さん。お風呂後だと、やだ。ヤヤさんからコメント来てるんですけど、カックン以外ツイキャスのテロップ間違えてる。これはアミもずっと思ってました。アミが荒野になって、荒野先輩レイミさんになって。これはずっと思ってた。まこちゃんさんも結構裸の年を犬なんじゃんって。あ、ほら、やっぱりまこちゃんさんと一緒だね。そうかもしれない、ね、犬かもって感じ思っちゃうね。そう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 、うん、裸で出たのかと思った。でも露天風呂だと疑問に思わない。おー、でもなんかこれとか本当にあーってなるよね。 あ、そういうことかーって。なるなる、答え知ったらね、このゲームの楽しいところ。ね、でウミガメのスープ結構あれなんですよね、全然どこにも売ってなくて、皆さん超探してるね。ちょっと僕らがやってるの見てちょっと買いたいなって多分思ったと思うんですよ。僕らは遊び上手だから。何遊び上手って。ねえねえねえ、ちょっと思ったと思うんですけど、これアマゾンでしか売ってなかったです。そう、本当に沖縄中探したよ ね、みんな。沖縄中探したんですけど、あそこ行ってこっち行って、ね、あのラジオ局の近くにあるドンキホーテとか、ドンキホーテか、ね、メインプレイスから、トイザラスとか、ね、パルコからもう、本当に。もう沖縄中探して、名護から那覇まで。嘘をつけ。嘘をつけ。全部間違ったんですよね。大変だった。各以外テロップ名前間違ってるの関係あるって、これ質問か。いいえ。関係ありません。そういうことか。水平思考の。水平思考の。クイズ。直ったかな。クイズ。あ、治りましたね。OK です。じゃあ、まあ、生放送なんでこういうこともあります、皆さん。醍醐味、醍醐味。醍醐味ですね。はい。じゃあもうリリードロップさんの時はね、間違えないようにいきたいですね。じゃあ、荒野先輩いきますか、問題。OK。じゃあ問題読んでいきます。はい。帰ってくるお金。ちなみにこれ難易度5です。むずそう。クリーニング代として支払ったお金が自分の元に返ってきた。一体なぜ？はいはいはい、え、はい、もうあれじゃないの、この汚れは落とせないからもう返します、返金しますってことではない。あ、いえいえ、クリーニング屋でクリーニングを、あ、はい、その男は出しましたか、クリーニングに服を。クリーニングに出してないです。あ、いえ、ねえ、分かった。はい。え、服を持ってくるの忘れた。いえ、もう一回問題文読んでもらっていいですか。クリーニング代として支払ったお金が自分の元に返ってきた、一体なぜ。クリーニング代として、うん、自分の元に返ってきた。そう。それは、クリーニングには出してないのにお金返ってきたんですか。そうそう、なんかヒントを出すと、クリーニング代として渡すときって何をしてしまったときだろう。クリーニング代として支払ったんだよ。クリーニング代として、あ、汚した。え、他の、分かった分かった。はい、網言ってよ。他の人に汚された、汚されたものをクリーニングに出したから戻ってきたお金が、汚した人から。いえ、え、違うの。違います。え、誰かの汚したんですか。そう、はい、クリーニング代、誰かの、その人が汚した。はい、そうですね。え、そうなの。その人が汚して、うん、でももともと汚れてたから。惜しいな。え、どういうこと。もともと汚れてたからじゃない。もともと汚れてた。全然分かってないじゃん。もともと汚れてた系ではないですか。もともと汚れてた系ではないですね。その相手は、その主人公の男の人によって汚された。そうそうそう、以上。はい、はい、汚されたけど、え、何で汚されました。コーヒーで関係あります。
あ、飲み物はあんまり関係ないけど一応飲み物も出てきてます。え、どういうこと？飲み物も出てきてる。クリーニングで。ちなみに誰かの何かを汚してしまうときってどういう場の方が多いですかね。ご飯とか、ご飯、カフェとか。治安が悪くなるあれといえば、治安が悪くなるっていうか、なんか手元が狂いやすい。そうそう、飲み屋。え、どういうこと？相手が酔っ払ってたからもう払わなくていいやって言われた。うーん、違うな。まこっちゃんさんがお札をクリーニングした。そういうことね。だから帰ってきたんだ。クリーニングで綺麗になったお札が。これはもう分かんないじゃないですか。分かんないかもね。はい、じゃあ答えお願いします。答えはそのクリーニング代は自分がビールをぶちまけた喧嘩相手に投げつけたものだった。どういうこと？で、その行為に逆上した喧嘩相手に殴られ、治療費にしなとお金を投げ返されたのだった。絶対分かんない。むずいね。さすが難易度5。じゃあ次はアミ行くか。難易度5半端じゃないね。アミ出していいの？いいよ。もうこのままだとアミがヤーヤーさんから分かるかってねえ、分かるか、分かりませんよね。アミの方が一番いい答えだったんじゃないもはや。確かに。え、じゃあ最後ね、威張りん坊の弱点。いつも威張っているコウジ君は決して人に頭を下げることはないが、あるものを購入するときだけは必ず頭を深く下げる。さて、そのあるものとは。え、あるものを購入するとき、うん、買うときだけ普段絶対頭下げることない人が、これ買うときだけ。買う？お寺、お寺、神社に参拝。違う。違う。購入するとき、購入するときに頭、それは何かくぐってるんですか？くぐってはないです。頭を下げる、それは支払う瞬間の行為ですか？いや、違います。買うものを取る時の仕草ですか？うんうん、そうですね。ん？え？絶対下の段にある駄菓子を取る。あ、違う。まこちゃんさ、2人、うん、買うイコール牛。どういうこと？急な親父ギャグがぶっ壊れる。牛、実は牛だった。ヤヤさん、エロ本。どういうこと？恥ずかしいから頭を捨てとこうみたいな。なるほどね。で、正解ではない。え、2人も絶対買ったことある。頭を。で、2人も絶対頭下げてる。頭を下げてる。うん、頭下げてる。むず、これ難易度なんですか？難易度1。難易度1？なんか買うときだよね。買うとき、買っで、うん、頭下げる。買った後、その買う行為自体に意味ある、うん、もう買った後にしか頭下げない。買った後にしか下げれない。下げようと思ってます。あ、はいはい。それは自販機ですか？はい。おっしゃー。なるほどね。なるほど。そう、すごくない？俺自販機使ったことないからな。嘘つけ。嘘ばっかりよ、本当にこの男は。じゃあ誰が一番ね、貢献できなかった。誰が一番固定概念にとらわれていたかをね、ちょっと指さしましょう。せーので、いきますよ。せーの。やったー、アミでーす。コウヤ先輩と僕はアミに刺して、アミはコウヤ先輩に刺して一応刺しとこうみたいな。これでは、じゃあ川柳をしないといけないですね。いや、いけますよ、もう、川柳任せてください。じゃあアミの川柳でもう締めますか。はい、アミの川柳まで3、2、1、どうぞ。久高アミ、固定概念とらわれ女。字余り。字余り。アミの五七五、久高アミめちゃくちゃ出る。じゃあ便利。この久高アミ五文字なの。朝の角も便利だよ。浜木小屋。略すなんて。省くなよ。うが大事なんだから。じゃあ一番逆に固定概念を捨てきれた人が、せーのでやって、あ、曲振りできることにします。おー、いいっすよ。やして、曲振り。やってよ、曲振り。じゃあ行きましょう。一番固定概念にとらわれてなかったスーパーバンドマンは、せーの、うぅー。そりゃね、僕なんですよ。まあまあ、まこっちゃんさんが
もうちょっと強敵でしたけど、思った、まこっちゃんさんすごかった。お札送りに買うイコール買う。え、まこっちゃんさんがさ、普段一番捨てられてるから、普段ボケボケの人がこういうの強いって。遠回しにボケボケって言われてる。普段ボケボケ。いきますか、はい、今日の曲は何でしょうか。今日の曲は、はい、今日の曲聴きました。じゃあ行きますよ。僕が、曲振りします。今日の曲は春を描いて、どうぞどうぞ。どうも、リリードロップのレンです。はじめです。あ、ほのかです。あれ、あ、普通に始まりましたけど、びっくりした。ちょ、なんかあれと違うじゃん。打ち合わせと違かったね。打ち合わせと違ったよね。本当に整いました。はい、ラジオとかけまして。ジャジオ、ラジオとかけまして。ラジオね、ラジオ、はいはいはい。フォークボールと解く。フォークボール、その心は。落ちないと困ります。なるほどな。ありがとうございます。よいしょよいしょよいしょ。先に行っちゃおうぞ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょって言っとけばなんとかなるからね。なんとかなるよ。うん、大丈夫大丈夫。ということで、リリードロップです。皆様、全然納得いってないよな。全然納得いってないよ。まあでもやっていきましょうか。まあまあ、じゃあ我々リリードロップゲストということで参戦いたしました、はい、ありがとうございます、はい、1ヶ月ぶりですかね。1ヶ月ぶりのラジオで、はい、どうですか。緊張しますね。すごく。全然しないですよ。本当に余裕ですから。はい、もう、はい、肝が座ってる。肝が座ってる。肝玉が座ってるんで。肝玉母ちゃんやん、もう。はい、喋んないよお前。喋んないとラジオじゃないもんね。本当に本当に。じゃあさ、はいはい、企画持ってきてないんだけど、持ってきてあれやろうよ。あの、なんで究極の二択で、究極の二択ディベートをするっていう。なるほど。挑戦的なことをしましょう。オッケーオッケー。じゃあ周平くん出せる究極の二択。もう究極の二択しかいつも考えてないから。あ、本当。それしかない。常に。うっそ。常にもうちょい考えることあるけどな。究極の二択好きだからさ。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょうか、はいはい。恋人と親友が同時に溺れていたらどっちを助ける。なるほど、はい、これはね、いわゆる究極の二択ってやつですよ。あ、はい、そのまんまやん。そのままですけど。そのまんまやん。でもこれはね、私は確実に確実にやっぱ親友ですね。あら、
あら、恋人捨てちゃうんすか。あのね、恋人は恋人はあの女の人って意外とさ、はいはいはい、泳げるんだよね。そんなことある。あるよ、あるよ。体の軽さ的に。そうそうそう、ぶっちゃけなんかその軽いじゃん。まあ軽いし、ね、俺そのいわゆる親友ってやつみんな泳げないから、はいはいはい、俺に限っては親友って感じかな。あー、なるほど、うん、もし恋人が体重150キロとかだったらどうするの。そうだね、150キロの女の子。150キロの女の子。まあ仮に付き合ってたとしよう。待ってよ、逆に浮くんじゃないかなとか。なんで逆に逆にね、本当に浮いちゃうのね。まあでも150キロの親友だったの。150キロの親友か、 あの45キロの女性。女性、うん、これはね、致死率的にね、あの普通に150キロの親友を助けたら俺も死ぬから。あの確かにそれは普通に恋人だから、ケースバイケースですよね。あ、臨機応変に対応しようと。そうですね。じゃああれはほのかさんはどっち。待って、考えたくないよね、そういうの。じゃあもう企画が倒れちゃう。びっくりした。何びっくりするわ。え、どっちかな。もし仮にほのかがめっちゃ水泳選手だったら、うん、2人助けるかな。あ、オッケーです。じゃあ次行きましょうか。いいの、それ終わっていいの。これはもうね、しゃーないの。え、回収できないんだから。あんま、めっちゃ苦手こういうの。あ、ほんと、うん、もう考えたくないじゃん。なんか戦争とか考えたくない。もういいっていいって。あ、じゃあもう簡単なのにする。うん、簡単なのにしよう。次生まれ変わるとしたら、うん、男と女どっちに生まれたい。あー、簡単これ。めっちゃ簡単だよ、ね、すごい簡単、ね、なんかパッと浮かびそうな。そういうね、はじめくんはどうなんですか。え、俺も断然男。ああ、男、もう男でしかない。男がいい。男楽だもんね。なんか嫌だ女。あ、そんなこと言うな。お前バカチン、お前よ。このご時世、お前。そうだよ。嫌な基本。なんか男って基本楽じゃないですか。まあ確かにね、なんか女の人はこう大変って聞きますからね。そう、なんかこの体的に、体的に。あ、身体的に、ね。身体的に。うん、そうだね。どうですか、女性が。女性側の目線からとして、なんか女性かな。あ、本当？女性なんだ。あの、これ大丈夫これね。なんかちょっとね、じゃあ俺は女の子かな、やっぱなりたいのは。なんで、なんで、あの、なんだろうな、あんなに言っといて、その、なんかその、やっぱりあるものがなかったりとか、なかったものがあるとか。え、何、しらけてる俺。全然大丈夫。全然大丈夫。普通にそういうことだよね。全然大丈夫。だからなんか自分が味わってないことを味わってみるっていうのもいいんじゃないかって思う次第です。おー、めっちゃ喋った。あ、でも確かにそうかもね。大丈夫。ただの共感、うん、終わり。確かに、うん、ね、そうだね、うん、そうだね、そうだね。経験ないことをやってみたいな。そうだよ。あ、なんか俺はそれが怖いんだよ。あ、怖いんだ。チャレンジできないタイプだから。いや、そんなん今あれだから、なんかラーメン屋とかでもなんかこれ挑戦者求むとか絶対やらないと。ああ、ほんと。新メニューとかも手出せないな。ああ、まあそういう話はいいんだよ。そんなことじゃないんだよね。次行こう。じゃあ次行くか。ほんとに次行こう。ああ、嫌いなものしか食べられない人生と、うん、蒸し料理しか食べられない人生。やばいだろ。やばいねこれ。結構えぐくない。 YouTuber だよ。蒸し料理って何。蒸し料理。あ、じゃあ蒸す、蒸すじゃない。あ、小籠包とか蒸したやつじゃなくて、あの蒸し、昆虫、昆虫系でしょ。きっしょ、マジ。口気をつけな、あなた。え、でもなんか意外とセミとか美味しいって言うじゃん。セミ、セミとか、そう、セミとか、セミとか。これはちょっとあれだね、そのラジオ聞いてる方もちょっと気分悪くなっちゃうかもしれないから。だかもしれないから。本当に本当によ、これは。はいはいはい。俺はでもあれだな、嫌いな料理だと思う。うん、まあ食べれるもんね。食べれればよ。そうっすね。何が嫌いですか。ナス。ナス。ナスビめっちゃ嫌い。ナスめっちゃ美味しい。顔ナスみたいなのにね。確かに長いけど。ラジオで何が伝わるば。そうですか。あの、俺セロリが嫌いでさ。あ、セロリの好きっていう人がいたらぜひコメントいただけたら。なんでよ。なんかその克服の仕方が。わかんない、あの、え、でもさ、マネ、マヨネーズ、そう、基本マヨネーズつけたらさ、味わかんなくない。味しない。味わかん、美味しいの。じゃあ食べてみますわ。家帰って。セロリね。セロリ、これ面白い企画として大丈夫かな。どうしようか。大丈夫、ほんと10分前ぐらいにしか考えてないんだよね。でもね、ちょっとあの、なんだろう、今早いか、召喚するのは。まだ早いかもしれない、ね、伝説の男。伝説の男。まあ後ほどということで。後ほどで。あと一問言っとく。ああ、一問、うん、いいですね。
はい、あこれちょっと三択になっちゃうんだけど、三択、究極の二択じゃなくてちょっと三択になってしまう。びっくりした。トイレに紙がありません。はい。一万円札でお尻を拭く。お、自分の手でお尻を拭く。はい。拭かずに一日過ごす。あーなるほどね。どれを選ぶ。お前さっきからさ、ちょっと気持ち悪い話題ばっかだよね確かにちょっとね、ちょっと下品だよな。めっ全然考えてない。チョイス的にさなんかこれないなとかなんないのそうね、びっくりした。でも俺は手だな。まあ洗えば洗えばか、洗えば落ちるし、洗えばだな。え、でも次、でも、うん、それはその後に好きなことをデート。あ、関係ないでしょ。手洗えばいいんでしょ。バレなければいいんでしょ。だからでも爪の間とかに挟まったら。あー、なるほどね。爪ごと行くの。爪ごと行くわけにはいかない。爪ごと行っちゃう。平でしょ、せめてこう爪ごとはね、そうだね。女の人だったらさ、ネイルとかにあれしちゃう場合があるじゃん。痛いな。男だったらもうまあまあまあこうやってもうね、ちゃんと洗うじゃん。ちゃんと洗うから。そう、ご時世もご時世だしさだからそんくらいじゃないですか。ほのか、ちなみにほのかさんはこれはノーコメントですね。ノーコメントで。まあもうキャラ守りにいってるから本当に。それにしてはなんかね、さっきから女性なんで、女性ですよ。はい、そうですか。ノーコメントで。じゃあ今年の M1 誰が優勝するか。いきなり究極、いきなり究極の10択。10択だねM1 に興味ある方とかリスナーさんでいらっしゃいますかね。いるんじゃねいると仮定して、いると仮定して話しましょう。話すことも。じゃあどこが優勝すると思う。え、待ってよ、 M1 でしょ、うん、ちょっと一瞬調べていい。ダメだよ。なんで。暗記してるのが大前提なんだから。嘘10組言えるんだから。言えんの。おとといさ、練習の後にさ、周平が帰って、ほのかとれんくんとよしちゃんと、マック行ってから語ったね。ノートに M1 の予想のやつ書いて。書いたね。何してんの俺覚えてるもん。なんかバンドの熱い話とかの後、まあ、したけど、周平がいない時に、したけど、被られてんな。でもあのやっぱり熱の入り方は違うよね。だいぶ長かった、ね、1時間ぐらいしたもんね。リリードロップってお笑いに対するあれってやばいよな。そうだね、俺とヨシちゃんは来世あったらお笑い芸人になりたいよって言ってるぐらいだから来世でもコンビ組もうすなって言ってな。きしょいな。きしょいな、普通に普通にきしょかったな。普通に優勝するのは僕はね、期待を込めてニューヨークだと思ってるよ。期待を込めてニューヨークだね、うん、ニューヨークか、見取り図だ。上がってくからな。東京ホテイソンもあるよ。ホテイソンあるよね。ホテイソンあるかも。爆発力あるから。じゃあなんかボケが長い分ツッコミってなんか期待されるんだけど、その期待以上のツッコミをあれこのホテイソンをしてくれるから、うん、一発一発の爆発力がめっちゃ強いの。カズーチ当たる戦法のなんか某漫才師と違って、東京ホテイソンはなんかインパクト、インパクト、インパクトのツッコミがちゃんとついてるから。周平帰れ、帰れ、もう帰れ。帰ります。もう家に帰れお前は帰れお前は。もうそんなラジオで制限聞かなくなるようなやつだったらお前帰れお前。本当に帰っちゃったよ。本当に帰っちゃった。帰らせましたからね、本当に。あれなんか来たな。あら、あれ誰ですか、あなたは。どうもどうも。あれ沖縄暑いね。あれどなたですか。どうも、ヨンドネシアから来ましたヨッチャンです。おい、ヨンドです、ヨンド。極寒です、超寒かったです。沖縄は暖かくていいとこだね。よっしゃいよっしゃ、ね、究極の二択だったっけ、うん、究極の二択は。俺はね、揚げパンかあのクリームシチューかな。いやそれ給食の二択やんっつってずっと考えてましたずっと考えてました。全部持ってきました。ずっと考えてました。はい、いいね。何の話だっけちゃんとは聞いてないんだよね、自分のことですいっぱいで。いや、じゃあさっきのあれを、まあ、何さっきの M1 じゃなくて究極の二択のよしちゃんの聞こう。ああ、究極二択ね。究極親友だった。親友と彼女だ。親友と彼女だったら、これ俺の考えでもいいの。いいよ。みんな言った。みんな言ったね。ああそうだね、親友と彼女だったら、うん、俺はねやっぱ彼女優先しちゃうね、うん、なんでよ。んなんで。やっぱそりゃ彼女大事にし彼女大事にしない男なんてね、やっぱクソですよ。まあそんなこと言ったら親友から信用はなくすかもしれないですけどね。あれ、くさならない。おい、お前のその盛り上げ冬くさ俺の盛り上げ冬くさ。誰もマスクしてるのにお互い臭いわ。びっくりしちゃった。ごめんなさい、本当に不快になった方本当に心から
謝罪申し上げます。ごめんね。ごめんね。はい、じゃあ、あのね、新しいやついこうか。究極の2択。うん。あ、これ究極か？ OK。じゃあ、明日、地球が滅びるとしたら、うん、最後の晩餐は何を食べる？二択じゃないの、うん、これ究極の二択じゃないじゃん。これは自由の選択だよ。自由の選択。え、これ大丈夫？企画的にも大丈夫じゃない？企画外だよ。これびっくりすることじゃない。びっくりしちゃった。え、何？普通に明日滅びる、明日滅びるとしたら何食べる、何食べるかっていうこと、うん、最後の晩餐的な。そうそう、いたいた、最後の晩餐。あ、最後の晩餐だよ。うん、でもなんかやっぱりあれじゃない、もうタバコとか食うんじゃない？分からんけど、どうせ明日死ぬもんね。もう明日死ぬから。俺もずっとあれって食べたらどうなるんだろうってはずっと思ってた。そうだね、ずっと好きなものが死ぬっていうことを前提にでしょ。、うん、タバコ食うよね。うーん、びっくりしないけど。俺も砂利舐めるわ。砂利舐めんの？なんでよ、砂利も食べていいんだよ。砂利かコンクリート舐める。そう、コンクリートだったら。でも学校のね、学校の、うん、なんで怖い、急に怖くなった。やったことないからね。まあでも明日し、なんかね、その本当になくなるんだったら、うん、まあマジレスすると、うん、お菓子なんだ、ハンバーグじゃないかな。あ、なるほど。あ、うん、いい子、彼いいこと言ってますね。そう、お母さん見てるっつって、いいこと言ってんな。え、でもそしたらお母さんが最後の日に、うん、だってお母さん毎日さ食事作ってからさ大変じゃん、うんうん、最後まで働かすんの？働かすって言うんだよ。子供にあのご飯をあげることを働くって言うんから、あんまりプロ働くって言わないな、うん、これ愛だからさ。愛情だな。愛がないのかな、君の家族は。愛の無利子だから、これは無利子で借りる。無利子で借りれる、ある種の。あ、ほんと、うん、アイフレってね、くだらねー、すっごいマシンが。ちなみにさ、すごいな。ちなみにコメントでさ、さっきのその究極の二択のやつで、はい、その親友と恋人、うん、の二択の時あったじゃん、はい、でヤーヤーさんが、うん、150キロの親友で浮いて彼女を助ける、うん、うまいこと言ってるな。ちょっとよくわからなかったですね。なんでよ、わかるだろ。150キロ、なるほどね。お前ぐらいだったらわかると思う。親友に乗って、うん、そうそうそう、浮くってこと。え、その親友親友乗る、乗るんだ。親友で浮いて彼女を助けるって一番いいんじゃない。でも犠牲に、あ、そういうこと、うん、犠牲にしてるってこと。親友だったら150キロになる前に止めますけどね。そんな太る前に俺は止めますけどね。じゃあそんな食べ過ぎやって言うけどね。そんなん良くないよ。150キロになる前に俺は止めるけどね。お前なんでずっと隣にいる体なのよ。俺はずっと、俺絶対止めるけど、ね、なんか久しぶりに会ったらバージョンかもしんないじゃん。食べ過ぎやって絶対言うけどね。痩せなって言うけど。いや、そんなんせな、お前。お前溺れたらどうするって俺はそれは言う。あ、そうなんだ、うん、最初に言っちゃう派ね。うん、なるほどね。究極の一歩手前で俺は注意する。あ、まこっちゃんさんが、うん、脂肪は浮くからねって。マジレスじゃんこれ。脂肪は浮く、マジなレスだこれ。脂肪は、すげえ、そんな情報あったんだ、ね、脂肪は浮くんだ。え、浮くんだ、マジかな、脂肪は。じゃああれだね、彼女助けるしかないね。そうだね、親友は勝手に助かるんじゃない。あ、でも、あ、でも彼女が太ってるバージョンもあるからさ。まあ確かにそうだね、うん、まずはじゃあ自分のことを、そうですね、あの他人のことをどうこう言う前に、まずは自分自分が生きてないと他人も生きてないかもしれない、うん、そうそう、自分のまずは身を、そうだね、自分が変わらなきゃ。これにて解決、閉幕。閉幕はせんけどな。ね、あ、ニコニコやってりゃ何でもなると思ってますわ。本当何でもなるっすよ。本当にリリードロップ、ね、そういう感じですね。楽しいね、ラジオ楽しいよね。なんか死に滅裂だけどね、うん、俺なんかなんか面白い話していい。いいよ、これこそだよ、本当に。いい、大丈夫、まあ、面白い話したくなったんだけど、あのね、この前練習に行く前に、うん、ちょっとバスで行ってるんだけど。そうなんだ、うん、でバスで走ってて、その時イヤホンしたのね、うん、イヤホンしてて、でそしたら隣のバスの待つとこにおばあちゃんがいて、うん、おばあちゃんがなんか喋りかけてきてるわけね。あ、お前に、うん、うん、イヤホンしてるから聞こえなかったから。あ、そうだね、撮ってちゃんと聞いてあげようと思って、うん、って感じたらなんとかねえねえって感じだから、うん、あ、そうですねみたいな、ははって言って、よく聞いたら、うん、めっちゃ独り言言うおばさんだった。めっちゃ独り言言うおばあさんに俺合図中言っちゃった。めっちゃおもろい話じゃないやし。めっちゃおもろくない？めっちゃおもんない。そう、多分お前が感じたけど話したらそんな面白くないやつだから。あれ、チャーハンの話で、チャーハンの話、チャーハンの話、チャーハン、あー、チャーハンの話、いいの連続俺で。あ、いいよ、全然全然。これもびっくりしたのがこの前某大丈夫これ、某喫茶店で、そこ拡散でいいだろ、某喫茶店で、うん、チャーハン、チャーハンセットがあったんですよ。チャーハンセットがあって、
チャーハンセットを、はいはい、あの200円でご飯大盛りにできるって書いてあって、あチャーハンの他にってね、チャーハンセットで200円でご飯大盛りっていうあれがあって、メニューがあって、あちょうどお腹も空いててその時、うん、でお金にも余裕あったから、うん、あもうそれはもう今日はじゃあ羽伸ばしてご飯大盛りしようと思って、うん、チャーハンセットご飯大盛り頼んだら、チャーハンセットにご飯大盛りが来たんですよチャーハンをおかずに米食えて、チャーハンをおかずに米食うってかってね、チャーハンめっちゃ少ないのに、そんなん分かるだろお前、分からんだろ、チャーハンセットご飯大盛りだったらチャーハン大きくするだろ誰がチャーハンと飯でいくねんと思って、そういう人もいるんだから、バカかよと思って、え何ふざけんなよっつって、それは店員さんがバカデブだったわけではないの、バカデブだったわけじゃないの、本当そうそう、常識がありそうな人が持ってきたの、経営方針が間違った、あ本当書き方だよね、書き方じゃない、そうだよね、ご飯大盛り頼むわけないじゃないチャーハンセットで分かるでしょ、せめて聞けよ俺に、えご飯大盛りしますってチャーハンセットで、はい、ちょっと俺もしませんよみたいな言うの言うよそりゃ、チャーハンセットでやったらそりゃもう言わんかったね、そっか、せちがら世の中や、でもそれは食べたの、食べたよそりゃ偉いな、200円払ったんだから美味しかったよ、薄めのチャーハンになるもんね、だって、ね、薄めのチャーハンって美味しかったよ、美味しかったね、ありだったよ、うんありでした店員さんツッコミ待ちってよ店員さんありでした本当にこれツッコミ待ちだったんだよ、ツッコミ待ちだったんだ、なんでやねんが聞いてた、なんでやねん待ち、お前なんでやねんって言っとけば嘘です嘘ですって言って持ってきたのに、面白すぎだろ、面白すぎだろ、新喜劇チャーハンじゃないから、新喜劇チャーハンじゃないからそれいいいいいい、はい、じゃあ告知していただけますか、はい、あするんですか、僕ですか、うん、僕はしましょうか、今日は今年のね、あの、うん、なんだっけ、大晦日に、僕は実はアーティストでね実はバンドマンでね、あそうですね、うん、リリードロップっていうバンドやっておりまして、はい、あの速度制限でツイッターが見れないという状況にあるんですけど、でも僕は覚えてますから、12月31日に、アウトプット、うん、場所アウトプットで、アウトプット感謝祭2020、お、うん、をやりますと、ミレニアム、会場が8時からで、うん、開演が9時です。お、結構ちょっと遅めなんだ ね、 そ、 あそっか、やっぱ年越しのね、なるほど、あぜひ皆さん来てほしいよね、で料金が2000円で、はい、出演がトッシュさん、ハラヘルジさん、はい、ワンチャイコネクションさん、心と言葉さん、我々リリードロップでよっしゃ、そうそうたるメンツだ、いえ年越しに持ってこいだね、もう、うん、はい、振る舞い酒もあるみたいだからね、振る舞い酒、はい、うん、お全然終わらせてくれよお前らということでねとか言ってんのに、楽しみですね、はい、はい、まあ、ぜひね、はい、あのリリードロップ見てほしいですね、うん、頑張るのでね、はい、はい、リリードロップゲストでした、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます、ね、楽しいねみんな
はい、ナハラボエンディングです。イエーイ、イエーイ。リリードロップさんすごいね、面白かった、めっちゃ面白いね、あんな笑うことある。そうだねチャーハンのやつは確かにツッコミ待ちだったかもしれないねツッコミ待ちね、あ、だからツッコまなかった方が悪いから、ね、あ、そういうこといや、なんでやねんって言ってくれツッコんでから終わるあれってことね。なんもうなんか究極を二択をね、本当にちょっと汚いの入ってる僕らが作ってきたこのほんわかしたラジオの雰囲気をねいい意味で悪い意味で、自分で言うぜ崩してきてね。いやでも男と女どっちがいいとかはねあるあるだよね。あー、あるね。でもね、女の子で結構生まれ変わっても女の子がいいっていう人は、うんうん、あれだね、女子力高いイメージある。そうなの。俺この質問よくするわけ。マジ？うん、究極を二択のことしか考えてないから、ね究極二択のことしか考えてないぞリリードロップリスペクトしすぎねバレた、バレた。もうめっちゃ好きで本当にリードロップさん配信ライブとか見たことあるんですけど、その時ねなんかもう良すぎて、なんだっけ、投げ銭、投げ銭してたね俺、うん、あ、いいと思って大好きです。だからもう実はねそんなに仲良くないんですよ、キャットベアーズ会うのもね、ちょっとぶっちゃしちゃうとねそんなに仲良くないのでね、あの今度仲良くなりましょう今度なんだ今日はちょっと今日はちょっと NG そんなことないですけどまあもうぜひとも今日からね。ってことで告知ありますか？はい、告知ございます、はい、キャットベアーズね、なんと明日と明後日ライブあります。そうなんです。12月12日土曜日、こんな時にやるライブ、沖縄市ジターヌさんで、これなんと入場料無料、ドリンク代500円でドリンク代ライブが見放題と、ライブが見放題すごいエコル、あ、エコルじゃないですね、えっとですね、ユーグレズさんとかね、そうですそうです、ハマさんとか、ハマさんとかが初めて一緒にやることになってね、そうそうそう、一回もやったことない、初対バン、うん、もう楽しみだね、結構。そうですね、めちゃくちゃ楽しみで、明日もライブあって、明後日もライブ、もう皆様のおかげでね、明後日もライブがあります。ありがとうございます。明後日もライブ、明後日のライブがですね、12月13日日曜日、日曜日日曜日オルタナティブナイトで、これがスラムバーさんでやるんですけど、チケット手売りで、はいはいはい、なんと今ならキャットベアーズのメンバー3人がどこにでも届きに参ります。どこにでも近場でお願いしますそうだね、どこでも行きますけどね、どこでも行く、本当に、はいはいはい、元部でもヤンバルでも本当にね、これスリーマンライブなのでね、キャットベアーズと明るい日陰と加賀友禅さんの、そうそうたるメンバーで、ね、初スリーマン、そうそうたるメンバー、本当にね頑張りたい、本当にね、楽しみだね。ゆくゆくはね、このフォーマンとかこのラジオやった、うん、4バンドで、ね、うん、カンカンレモンチエコルさん、あ、リリードープさんで僕らでやっても面白いかもしれない ね、 ね、やってみたいよね、はい、僕リリードープさんのライブも生で見てみたいと思うんですよ、うん、もうそっか、配信で見たんだもんね、そうそうそう、配信でしかあのもう見たことがないので、うんうんうん、はい、だからね、もう楽しみですね、ね、楽しみとかね、企画していきたいね、なんかこういうので、も僕、でも男で結構ね、うん、男に生まれ変わ、あ、女に生まれ変わったって人少なくない？急に確かにだいぶ話もしたよ。てか M1 どうしますM1 てか M1 はこれで俺らは核を帰らせばいい、ね、ちょっとリリードフさんの影響を受けすぎた尻滅裂なところもリリードフさんやってことでね、もうラジオあと2分ということで、生放送怖いね、2分思いつかんやつさもそういう時やばい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 、どうしようどうしよう、そういう時にあと2分とか言ったら余計思いつかないんだよ、うん、あ、ウミガメのスープでもするどうするどうするね、でもリリードフさん本当に面白い芸人かって思った、本当に生まれ変わったお笑い芸人、ね、すごいお笑い芸人ね、好きな時あるよね、いやいやいや、やっぱりなってくださいってか、M1 10組に言えんわって M1 ライブ、ね、3組も怪しいのにじゃリリードロップさん優勝ですよ今年の M1 は優勝優勝、 優勝、 優勝、バンドマンお笑い選手権あったもん、リリードロップ優勝、ね、出てほしいね、そう、バンドマンお笑い選手権ってやばくない？よしよし、じゃあね、このナハラボでね主催して開催できるのでねお楽しみにということで、本当にラジオリードオフさんのラジオ面白い、先週っていうか1ヶ月前もこんな感じだったんですか？
あ、なんか面白かった、いろいろ喋って、エンディングもこっちよしちゃんさんが座ってくれて、うん、3人でいろいろ喋って、そう、ね、喋ったね、そうそうそう、めちゃくちゃ面白いじゃんそんなもっと早く出会いたかったですね。ねえ、うん、ということで来週は誰が来るんでしょうか。来週は誰が来るんでしょうということで、もう時間気づいた時間になっていました、はい、来週は誰が来るんでしょうか。それでは来週もお楽しみに、那覇ラボでしたね、那覇ラボでしたということでね、締めよう、はい、じゃあそれでは那覇ラボ終了です、はい、今週もお疲れ様でした、はい、お相手はキャットベースのキャットここで噛むお相手はキャットベアーズの荒野とアミとカクでした。来週も聞いてね、イエーイ、バイバーイ、バイバーイ、